ロシア軍の占領下にある南部ヘルソン州において、反撃に転じたとされるウクライナ軍について、みんなは知っているかな？ドニエプル川の西岸にある州都ヘルソン市と、その近郊などを占拠しているロシア軍の補給路であるアントニフスキー橋に対して、アメリカから供与された長射程の高機動ロケット砲システムハイマースを使用して攻撃したんだよな。橋に重大な損傷を与えて補給用の大型車両や戦車、重火器などの通行を不能にしたんでしょ？さすがはアメリカが供与した兵器だよね。そうだね。さて今回は、そんなウクライナ軍がハイマースで補給路を分断したことによって、ロシア軍の砲撃量が激減したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、冒頭で紹介したことによって、ヘルソン州の真ん中を北東から南西方向に流れるドニエプル川を溶かして、ドニエプル川西岸のヘルソン市からさらに西の、ムイコラーウィウ方面に展開しているロシア軍部隊の重要な補給路が遮断されたとして、イギリス国防省なども伝えているよ。さらにウクライナ軍はハイマースを用いて、ドニエプル川の支流でヘルソン州の北東部を流れているインガレット川に架かる橋や、東に 50km ほど上流にあるノーバカホフカの水力発電所のダム周辺の道路なども攻撃しており、ドニエプル川東岸からヘルソン市への補給を遮断することに成功したとされているんだ。ロシア軍の占領下にあるヘルソン当局は、攻撃を受けて損傷したアントノフスキー橋を修理するため、一時的に交通を制限すると発表し、乗用自動車やバスなどの車両は橋を利用できるけど、貨物を積んだ輸送車両はノーバカホフカの水力発電所のダム上に設けられている、道路を経由する必要があったんだ。でも戦術したようにこのダム周辺もハイマースによる攻撃を受けているため、ドニエプル川西岸地域のヘルソン州に展開しているロシア軍への補給は著しく阻害されたってわけ。そのためロシア軍はドニエプル川に船橋の架橋を検討しているとされているんだけど、ドニエプル川西岸地域への安定的な物流を確保しようと船橋を建設したところで、ロシア軍支配地域にあるドニエプル川の全域がハイマースの射程範囲内にあるため、架けるそばからウクライナ軍に攻撃される可能性が高く、ウクライナ軍がアントノフスキー橋とノーバカホフカの水力発電所への攻撃を継続して輸送を妨害すれば、補給は先細りとなり困窮したロシア軍部隊は再びドニエプル川を溶かして撤退するか、ウクライナ軍に降伏するか、いずれかしかないとされているね。ドニエプル川西岸以北に展開しているロシア軍部隊は1000人とも、3個大隊戦術軍2000人以上とも言われていて、侵略開始以来多大な損失を出しているとされているロシア軍において、これだけの兵力の損失はかなりの痛手となるだろうな。そうだね。ロシア軍は東部地域からヘルソン州の東隣のザポロジエ州メリトポリなどを通過して、ヘルソン州に地上部隊を送り込んでいることが伝えられているよ。しかし、ドニエプル川東岸にこれらの部隊を展開させたとしても、アントニフスキー橋が通行不可能な状態で溶かすることができなければ、西岸で孤立している部隊を救出することはできず、ウクライナ軍がヘルソン市を奪還する可能性が高いと見られているんだ。このように、供与が決まった当初はわずか12両の供与では戦況を変えることはできないとされていたハイマースだけど、これまでに多くの戦果が報じられていて、アメリカのシンクタンクである戦争研究所による分析では、東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州などにおいてはハイマースが、これまでウクライナ軍や市民を苦しめてきたロシア軍による大規模砲撃を阻止しているとされているほどだよ。この分析はアメリカ航空宇宙局 NASA が提供している衛星による火災発生観測データによるもので、その分析によるとハイマースの導入以降、ロシアが完全支配を狙う東部ドンバス地方、ルガンスク、ドネツク領州で火災が10分の1にまで減っていたとされ、ハイマースによって補給路を攻撃されたことや、ロシア軍の砲兵部隊が攻撃を避けるためにこまめに移動する必要が生じたために砲撃頻度が低下したものとみられているんだ。攻撃こそ最大の防御だね。ハイマースについて詳しく教えて。アメリカ軍から供与されている高機動ロケット砲システムハイマースは、自走多連装ロケット砲システムマーズ M270 の軽量版とされる長射程ロケット砲システムで、軍事行動において敵部隊を面で制圧する兵器としてアメリカ陸軍が開発し、アメリカ軍では有事に緊急展開を実施する部隊である空挺部隊海兵隊系や弓兵士団などに配備されているよ。アメリカ陸軍の長射程の阻止砲撃用火力支援兵器として開発された、広範囲の面積を同時に制圧可能な多連装ロケットシステムマルティプルローンチロケットシステムマーズは、1982年から M270 との正式名称で運用されており、開発に参加したイギリス、イタリア、西ドイツ、フランスの他に日本、韓国、イスラエルなど13カ国で採用され、世界で1300両以上が生産され運用されているんだ。
MLRS は再装填可能な発射機ランチャーに 227mm ロケット弾が12発連装されており、繰り返し多数のロケット弾を発射することで、敵の陸上部隊に対して絶大な破壊力を有する兵器だな。その実力を世界に示した1991年の湾岸戦争では、クウェートに侵攻したイラク軍に対してアメリカ軍及びイギリス軍がまず約200両を投入して一斉射撃を行い、降り注ぐクラスター弾の威力の凄まじさからスチールレイン鋼鉄の飴とイラク軍兵士の戦意を喪失させ、多数のイラク軍兵士を降伏させたと言われているぜ。ただ、MLRS 全体の重量が約25トンあり、遠隔地への輸送に C5 ギャラクシーや C17 グローブマスター3などの大型輸送機を必要とするために、空挺部隊隊や海兵隊などの緊急展開部隊での運用が難しいとされ、そこで緊急展開部隊が運用しやすい軽量の阻止攻撃用火力支援兵器として、FMTV と呼ばれる中型戦術車両ファミリーである6輪駆動タイプの5トントラックの車体に、装甲キャビン操縦席射撃統制システム FCS227mm ロケット弾6連装発射装置などを搭載して重量を 13.7 トンに抑え、C130 ハーキュリーズや C130J スーパーハーキュリーズなどの中型輸送機でも輸送可能として開発されたのがハイマースってわけだね。アメリカではこれまで22機のハイマースを供与しているんだけど、7月20日にオースティン国防長官がさらに4機追加供与することを表明し、合わせて16機を供与するほか、最大で 80km 離れた標的を正確に攻撃できる誘導型多連装ロケット発射システム、GMARSの弾薬 M30 および M31 ロケット弾も追加供与するとしているよ。また、ウクライナ軍ではハイマースの原型である MARS M270 の供与をイギリスなどから受けており、この M270 にも誘導型多連装ロケット発射システム GMARS が搭載可能となっているぜ。さらにウクライナには各国から砲兵火力装備が急いで供与され、実戦投入が始まっている供与兵器には、牽引式榴弾砲 M777 と FH70、自走榴弾砲ではプズフ2000、ダナ、カエサルが配備され、また多連装ロケット RM70BM21 グラドなども展開しているとされ、ウクライナ軍はさらにロシア軍砲兵を圧倒することになると見られているね。7月28日、この日はウクライナ建国記念日で、各地ではロシアの侵略に対抗して命を落とした兵士たちを称える催しが開催されたが、東部ドンバス地方や南部のヘルソン州では激しい戦闘が継続されていたな。犠牲になった兵たちを称える最中でも、犠牲になっている兵がいるなんて、なんだか悲しいね。侵略されているウクライナ、侵略しているロシア双方とも戦闘で戦死した兵士の数を公表してはいないんだけど、アメリカの情報機関ではロシア軍兵士約1よろず5000人が死亡し、4よろず5000人が負傷したと推定しているほか、死傷者総数が7万人を超えたと報じるメディアもあるんだ。またウクライナ軍の戦死者はロシア軍よりも若干少ないだろうと見られ、1万人以上とされているが、民間人に関しては、国連では5000人以上とする一方で、実際の死者数の把握は全くできておらず、この数字をはるかに上回ると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、戦闘についてだよ。戦闘いいね。こんな暑い夏だからこそ戦闘に入ってさっぱりしたいものだよ。しかも戦闘に書いてある絵を見ながら入るのもいいよな。実はあの絵なんだけど、書いてはいけない3つのタブーがあるのを知っているかな？てっきり何でも書いてもいいと思っていたよ。それじゃ解説していくよ。戦闘の壁面に書かれるペンキ絵には主に富士山が見られるけど、書いてはいけない3つのタブーが存在するんだ。それが猿夕日紅葉の3つである。なんでなの？理由はね、猿は客が猿、夕日は火曜が沈むや景気が落ちる。紅葉は葉が赤くなり、落ちることから赤字を連想させるそうだよ。これら3つの絵は、売り上げの減少を招く縁起の悪い題材とされ、書くことが避けられるそうなんだ。なるほど、願掛けみたいなものなんだな。確かに聞いたら縁起悪そうだもんね。そうだね。そのため、猿が登場する桃太郎や猿かに合戦の絵は描かれず、夕日ではなく朝日に照らされた構図で、散りゆく紅葉ではなく散らない松が描かれるなど、縁起の良い題材を取り入れた絵となっているんだ。確かに言われたら確かにて納得するね。そんな中で特に人気が高いのが富士山の絵であり、富士山の御三家とされるのが西伊豆美穂の松原富士五湖なんだって。爽やかな青い空と海や湖、朝日に映える雄大な富士山、緑の深い松などが描かれるそうなんだ。また、お湯が熱い戦闘では赤系の色を使用することは敬遠されがちなんだ。そのため、戦闘の絵で赤富士は珍しく、描かれている場合には朝日に映える富士山という設定になっているそうだよ。戦闘にもちゃんと意味があって書いてあったんだね。てっきり、
入ってる人に景色を提供してるのかと思ったよ。意味がわかってよかったね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。